はいいどうも速化軸の久保でございます前回コンテンツの作り方というかねコンテンツの考え方について4つに分けてお話ししました4つに分けてお話ししたこのクアドラントっていうんですけどもね4つのパーツに分けてお話ししたんで少しコンテンツっていうのがどういうふうに組み上げればいいのかってことが分かってきたんじゃないかなと思いますがさあ今度はですね まあ、2回ですね、第4話を私も見てしまいましたんでね、気になる男、タカさんの第4話が2つ送られてきたのに今気づきましたんで、あ、なるほど、なるほどな、という形で、えー、聞いていたんですけども、うん、サムネイルをね、ずっと眺めながら話を聞いてますんで、サムネイルの言葉にね、随分ね、私もね、あ、これはそういえば語られてないな、ってことに気づいたんですよ。はい。それでね、何が言いたいかってことなんですけども、実績で恩返しって書いてますよね。 一見すると、お、すげえな、実績で恩返しってなりますけども、じゃあ、実績って何なのかなって思っちゃうわけですよ。実績っていうのは、再生数が YouTube で1でも上がれば実績になるのか、うん、チャンネル登録の人数が10人でもプラスになったら、あ、実績がついたっていうのか、それとも、実際に誰かから入金があって売り上げが上がりましたっていうのが実績なのか、うん、逆に言うと、 ユーーーチュバがユーチューブで収益上げられなくてこれ何なんでしょうかねっていうことにもなるわけですよちょっとやらしい言い方になりますけども実績って結局いつまでにどうなりますよっていうふうに宣言してそれを達成したら実績だと思うんですよねそう考えていくと私の速化軸塾としての第一歩っていうのはちょうど10年前の今頃だったかなと思います いや、今頃じゃないですね。10年前って言うと私39ですから、私は40歳過ぎてから始めましたんでね。正確には40歳になって6月14日、セルフバックを始めた時です。ちなみにセルフバック、私未だにやってます。10年かけても。セルフバックは最初の3年で、だいたい年間100万円ぐらいを稼いで合計300万ぐらいになりましたね。 毎月毎月10万円稼げるに違いないと思って始めたセルフバックですけども、それを1年、2年、3年と、3年までは続けました。そっからは、さすがに他のことをやり出したんでね、セルフバックのペースっていうのはかなり落ちて、今では月に1回ってことになってきますけども、それでも月に1回は必ずやってますね。いちいちそれを放送することはありませんけども、セルフバックになれる、なあ、なれないっていうかね、セルフバックが私の意識から、 離れないためにですかねセルフバックには本当に感謝してますからねえそれからねセルフバックを始めたと同時に速座塾ってもの始めたんですけども速座塾では最初に宣言しました3年間で1億円というふうにねで3年間で1億円は達成しました私の実績としては3年間でアフィリエイトで1億円を稼いだということですもうちょっと細かく言うと1億3800万当時はマージャン店の経営もがっつりありましたんで 両天秤でやってましたね。そして、稼いだお金は全部、赤字の麻雀店の穴埋めに消えていったというね。<laughs> それはね、1億円稼いでも、麻雀店の経費っていうのは年間3000万以上かかりますから。だから、稼いでも稼いでも追っつかないっていうのはこのことなんですよね。うーん。まあ、今回はね、じゃあ、気になる男、タカさんの実績、これは何なんですかっていうことなんですよ。多分、この動画を見てらっしゃる方も、 実績実績って言うけどさ即課塾の塾長久保さんは実績はどういう風に立てますか目標はどこにありますかって必ず最初聞くんだよ期限と数量で答えろって言われるんで「はあやりにくいんだよ」って言われますけどもそれに答えられると自分なりに目標が決まってやることが決まるからモチベーションが落ちないんだよねとも言われます、まあ、そうなんですよね グランドあと10周とか言ってね、掛け声かけられると、うえとかになるんですけども、よし、あと10周かっていうふうな、同時にエネルギーも出てくるんですよ。そういう方じゃないと、10周は走れないし、目指せないと思うんですよ。まあ、これは運動部、体育会系のことですけどもね。でも、どんなことでも、例えば私たちは、自分でビジネスをやってます。まあ、営業マンも兼ねてるわけなんですよ。ね、そうですよね。営業は、他の人がやるってことにはならないですよね。結局、YouTube 活動するにしても、売り上げが上がらなければ、 例えば売り上げをね、月に50万で決めてたら、50万の売り上げが上がるまでは発信し続けるしかないんですよ。それ以外は方法がないんですよね。だって YouTuber なのに、YouTuber なのにですよ、YouTube 以外から収益を上げてそれを取ってつけて YouTube で稼いでますってなんないじゃないですか。すべての収益は YouTube を通じて行うことになると思うんですよ。そして家族を変えて専業でやるとなると、やっぱりね、50万っていうか100万近くいりますね。 だって私たちは定年退職ないんだもん。だから月に20万30万でなんとかその月その次をやりくりしているようだったら、これいつまで経ってもやめられないってことになるし、YouTube をぴったりやると家族との時間が過ごせなくなります。だって自由に生きていくために YouTube を始めてそこでね、お金儲けてるはずなのに、YouTube をやらなければ生きていけないから家族との時間が過ごせないってことになったら、これは出勤して、 残業しているサラリーマンとあんまり変わらなくなっちゃいますよね。でもサラリーマンは退職するとちゃんと保証がありますけれども、私たちはありません。その保証を自ら作っていかなくてはいけません。なぜなら、この感覚ってあんまり持ってない人が多いと思いますけれども、私たちは会社の社長なんですよね。一人で経営している会社の社長なんですよ。そうなると従業員ではないんですよ。従業員は難しいことは社長が考えてお膳立てしてくれるんで、 その辺何もやらなくていいんですけども、でも、社長ともなると、従業員のこと、その生活のすべて、退職後のこと、書類の手続き、やること無数にあるんですよ。だから、社長は自分でやらずに、経理とかね、総務ってものを作って、そこに、一人を、二人を配置して、専門でやってもらうんですよ。これを中間経費って言うんですけども、会社の売上には全く貢献しないんだけども、必要な事務処理や、その他の処理を任せる人、これを、 中間業務って言うんですよね、うん。確かに事務処理っていうのはやってる方は決まったことをやればいいんで気が楽ですでその専門性え経理とか総務の専門的なね知識や会計とか簿記とかこういうのがあれば本当にまあ何て言うかな決まりきった仕事なんでイレギュラー起きにくいということがあります営業っていうのはね足を棒にしても売れない時ってありますしねお客さんに嫌られることもあるし人間関係構築で悩むこともあるんですよ だから営業マンがね事務所に帰ってくると「お疲れ様」なって総務の人に声かけられても「あ総務はいいなエアコンが効いてるところでお茶飲みながらできるんだから」って映っちゃいますよねでもじゃあなんでお前は総務をやらないんだって話になっちゃいますそれはやっぱり総務でやっていくよりも自分なりに自分ができそうな仕事を選んでるからなんですよねきっとだからね人の仕事を羨ましいと思うのはその仕事の一番楽なところを見てるからなんですよ じゃあその仕事の一番大変なところを見たらなかなか羨ましいと思わないですだからお互い様なんでしょうねそしてどんな仕事も絶対になくてはならないからあるんですよだから仕事に重要度のランクってのは大体ないはずなんですよでも自分の仕事こそ重要で他の仕事は二の次でっていうふうな感覚になっちゃうのがまあ人情ですよねはいそれで何が言いたいかっていうと私たちは社長ですから やりたいこともやりたくないことも全部やらなくちゃいけないんですよ。しかも毎日。で、おそらく仕事に楽さを感じてるとしたら、楽だなこの仕事、一人は楽だなって感じてるとしたら、やらなくてはいけない仕事を多分気づいてないんですよね。もしくはもうプロフェッショナルになっちゃって、スイスイとこなせるんですよ。でも現実に一人でフリーランスとか YouTuber をされてる方で、毎日経理処理をしてる人ってあんまりいないんですよ、ね。レシートをまとめてとかね、帳簿を作ってとかね。 えー、やってないですね多分ねまあそういうことをいろいろと考えていくそのうちの一つに実績ってものがあります実績を支えるのはこういうふうな中間業務だったり他の人がねやってるのかやってないのか分からないって評価を非常に受けにくい経理の処理だったりするわけなんですよいや私も毎日ね持って帰ったレシートをまとめたりとか分類したりとかそれから経費勘定にはどのぐらい使えるのかなって本当なんかうんまあ昔ね 大学の時に簿記をやっていたんで、スラスラとこなせる部分があるんですけども、でもこういうのがなければ、本当に楽だなと思っちゃったり、それから、私は決算を過ぎましたんでね、決算処理が税務署から、あああと税理士さんから送られてきたら、それも検討しないといけないんですよ。<laughs> そうしたら、自分の会社の財務状況、うわ、こんな感じか、みたいにね、確かめられますし、そうなるとね、こういうふうなことを同時にこなすような社長は時なな、うんね、時間がなくなっちゃうなと思います。確かにね、時間がなななくっちゃうう。と思 でも家族とも過ごしたい、自由を演出したいと思えば、こういった会社としての裏方の仕事ってのは、少しでもね、早く済ませないといけないなってことになるんですよ。で、こういったこともね、結局会社をずっと経営していく、一人で YouTuber として生きていく、もしくはっか塾の塾長として生きていくときに、こういったこともね、やっぱりお話しすることになりますし、そうなると起業した人がやるべきことっていうのがどんどん見えてくるんで、そのためのコンテンツもできていくってことになるんですよ。さあ、前回コンテンツの話しました。 仕事っていうカテゴリーでのコンテンツ、どんなことがあるのかなでも、従業員としての仕事の悩みもありますけども、こうやって自分という従業員を雇用する枠組みを作るためにも、一人座長っていうのは様々なことをやっていかなくちゃいけないんですよね。もちろん、会社を経営するとか、自営業でやるのか、それとも個人事業主なのか、法人でやるのか、合同会社でやるのか、それぞれやること変わってきます。でも、あんまりこれをやってる人って発信しないんですよ。で、私は、 こういった会社の相談事を受けることも多いですし、中にはね、30人くらい社員を抱えてらっしゃる法人の社長の方が、久保さん、できればこういうことにもお答えしてほしいんですけどってことでコンサルをお願いされることもあります。まあ、私はね、30人とか50人とかっていう社員を抱えた会社はやったことがありません。最大で26人でした。でも考え方は同じなんですよ。一人社長をやろうが、1000人の社員を抱えようが、考えることは一緒です。ですので私はアドバイスができる。 コンサルができるそういった方を塾生としてお迎えすることができるということになりますよね。客観的に見たらこんな格好で深夜にねべらべら喋ってる人と朝起きてヘルメットをかぶって工事現場でねいろんな方に指示している現場監督や社長の方こういった方比べるとそっちの方が仕事っぽいなと思いますけども今は仕事の種類がだいぶ変わってきて情報も仕事になってくる。そして人の 悩み事に答えることも仕事になってくるってことなんですよね。通常は社内に相談できる人がいればいいんですけども、社内に相談すると社内に漏れるっていうリスクもあるんですよ。だから関係ないような人、インターネットの向こうの人にご相談申し上げるってことでね。私から見ても相談していただく会社ってのは重要な地位をその地域で占めてるんでしょうけども、聞いたことない会社だなってとことばっかりです。検索すると確かに住所があって、ヤードが広くって、で、所有する営業者が 5代も10代もあってみたいな会社なんですけどね。そういったところからご相談いただくと、あ、自分もいつの間にか法人のコンサルやってるんだなと。自分の法人は社員を雇えないぐらいちっちゃくなっちゃったんだけども、社員を雇っている会社の維持のために自分の役割ができてるんだなと思ったら、本当にありがたいなと思うのと、その会社を絶対にね、自分の会社のように、えー、小さくするんじゃなくて、 未来ある会社にしなければならないなというふうな形で、その会社の外からその会社を応援する、そんな立場を与えられている、任務を与えられているなと思うと、本当にね、やりがいのある仕事をさせてもらっています。同時に私は家族との時間ぴったり持ちますんで、絶対にね、深夜に起きて、えー、やろうが、システムを難しく組もうが、 家族との時間というのは最優先にしていくかなというところです。場合によっては家族との時間を優先するがあまり仕事を断ることもありますね。まあそういうふうにね、断れる立場になったというのも、一つちょっとこう自由に仕事が選べるようになって、あ,のありがたいやら申し訳ないやらという複雑な気持ちですけども、でも決めていることがあります。それはですね、自分の人生のために生きるということなんですよ。自分の人生のためにはもう年収100億を目指す必要はないんですよね。本当に小さくやってね、年間でこのくらいでいいかなと。 二千万三千万ぐらいの売り上げ上がればもう十分じゃないかなってところが私のまあだいたい目指しているところかなという感じですねえー、だからね売り上げが上がりすぎるともう仕事をセーブするって形になっちゃいますよね、うん、だからこうやってね色々とあのお金にならないことを逆にできるみたいなことがありますさあでもね私も無駄にやってるわけではありませんどんなことも結局は何かの役に立つと思っていますそれはですねこの動画をたくさん作ることによって例えば今回タカさんタカさんにはどういったメッセージがこう 必要なのかなってことを探りながら、いろんなテーマでこれからもお話ししていこうと思いますし、それからね、この動画をたまたま見た人が、あ、自分にもそれは当てはまるわ、っていう風なね、感じにならないかなと思って、再生数や視聴者数を見ながらテーマを決めて、しっかりとコンテンツ、つまりコンテンツさの中身って意味ですから、中身のあるものをバンバンとお届けしていこうかなと思います。それが、速っ塾の無料なのに結局儲ける動画の作り方の仕組みでございます。いってらっしゃい。